皆さんこんばんは、ハルですごめんなさい、ハルです。最初からつまずいちゃいましたね。今日は、今私ダイエットに取り組んでるんですけれども、私のダイエット食っていうか、一日どういう食事をとってるか、参考にちょっとでもなればいいかなと思って、またおばさんアピールでシミとシワと、ほらすごいでしょ。はい、これはさておきまして、まず口頭で申しますと、朝はバナナ1本、それもあのハムスターって皆さんご存知ですか？ハムスターって前歯が2本出てますよね。もっと長いの。はい、この私も前歯を使い、あとバナナをこう上からこうやってそいでちょっとずつ、それで1本のバナナを30分近くかけて1本食べてます。朝はそれだけです、バナナだけです。でお昼なんですけど、私はガテン系のちょっと仕事してるんで、表のちょっと仕事なんで、やっぱしコンビニ、お弁当を作っていってたんですけれども、やっぱしね、私ご飯大盛りにしちゃうのよねやっぱしね、ガテン系の方は分かると思いますけれどもね、そんなちょっとのご飯じゃ仕事になんないじゃない、だからちょっとそれを抑えまして、コンビニにして、コンビニってほらカロリー書いたんじゃないですか、いろいろお弁当とかお野菜とかで、そのカロリーを見て、お昼はここ大事です。私はね、300キロカロリー未満の、やつに、食べ物に抑えています。300キロカロリー未満って何があると思います？まず普通のセブンイレブンさん、ファミリーマートさん、ローソンさん、セイコーマートさんで、ご飯物はほぼダメです。ほぼ300超えちゃいます。で唯一今日はセブンイレブンさんで食べた、今日ご飯も食べたくなかったんですけど、ちょっとね物がなくて、おかゆ176カロリー、もうそれ持ってくればよかったよね今日ね、176ぐらいで、であと、ゆで、卵売ってますよね、味付け卵、それとおかゆでした。それでも300全然いかなくて、それでお昼は食べました。あとはスパサラダとかありますよね、あれでも鶏の唐揚げとか入ってるやつだと300超えちゃうんで、要は今日はそういうのしかなかったんです。普通のこうサラダ と、パスタとかがなくて、だからしゃあなくおかゆご飯も食べちゃったんですけど、普段私お昼絶対ご飯も食べないんです、いくらおかゆでも。おかゆにした方がね、カロリー普通に炊いたよりも低くなるんで、良かったんですけど、今日は。で、お昼はそれです。で、夜は唯一白米を食べる。それも、寝る時間の3時間前までに私済ましちゃいます。で、とりあえず今ここにね、持ってきたんですけど、これちょっと見てみますか。よいしょ。こんな感じです。見えますか？はい、まずはこの納豆ですね。納豆、これちなみに納豆1カップ63カロリーです。1つで63カロリーしかないんですよこれ。あとはキャベツですね。でここのお豆腐、絹美人とかって書いてますけど、この絹美人に至っても1つ95カロリーです。これ95カロリーで、あとはお野菜の、私大好きなのね、これ
ブロッコリーと、ここにあるのがアスパラ、見えますか。でこのブロッコリーとアスパラは、私だいたいいつもブロッコリーは2個こうちぎって2個で、アスパラは1本をこう切って、茹でたりしないで、お皿に乗っけてラップかけて電子レンジでチンです。それで味付け何にもなしで食べてます。やたらなドレッシングかけちゃうと、ドレッシングが結構痩せない原因にもなるらしいんですよ。ただしこのキャベツとか、はい、飽きますから、このブロッコリーとアスパラはなんだかんだ大丈夫なんです。私味付いてなくても。ただキャベツはね、このちょっとね、これパッケージっていうか、あれ取れちゃったんですけど、これノンオイルの青じそドレッシング、一番カロリーの低いやつ買ってきた。でこれを3-4滴、多くても5滴たる滴ですよ、ポタッポタッポタって5滴ぐらい、多くてもこれをキャベツに垂らして食べてます。あと調味料編いきますと、じゃあこの味塩ですね、はい、味塩で、あとはこの味付け塩コショウ、これは何に使うかと言いますと、はい、鶏のささみです。唯一の私のお肉なんですよね、これ鶏のささみ、はい、この唯一この鶏のささみを半分に切り、で本当は油引かないで焼きたかったんですけど、やっぱフライパンについちゃって、少量の油をもうしゃあないから垂らして、ちょっと2枚におろして、2枚におろすんじゃないよ、2枚に切って、こう焼いてます。それに味がないんで、この味付けコショウをパパッとかけて食べてます。あとはまあこの生しいたけ、これも焼いて、お塩、ここの傘の裏側にお塩ポポッとこう垂らして食べます。あとはこのもやしはすごいですよね。これ14キロカロリーしかないんですよ。これは普通にフライパンで焼いて、これも塩コショウで食べます。でご飯私 100g 以上食べません。それにためにこれ買いました、はかり、キッチンばかり、今までなかったんですよね。なぜなかったか、お茶碗いっぱいによそってたから関係ないじゃん、痩せる必要ないじゃんと思って。だけど一回ダイエット始めるとこういうものが必要になるんですよね、はい、これで 100g、 100g ってこんなもんですよ。これでこんなもんめちゃめちゃ少ないのもうニューハウスさんとかトランスジェンダーさんでも、もっと女性らしい方っているじゃないですか。ああいう方って多分きっとこうなんだろうなと思って、尊敬しちゃいますよ本当。私、いやすごい。でこの 100g をしか私も頑張って今食べないようにしています。で約1週間経ったんですけれども、ちょっとねまだ大台は切ってないんですよ。大台は切ってないので、ちょっと詳しい数字は言えないですけれども、2キロ近く痩せましたよこれで。絶対に私何を目標にしてるか、夏タンクトップ1枚とかで、なんか下普通のパンツでなんか歩きたいじゃんもうおばさん年関係なくして、やっぱこうそういう風な痩せてる人の特権、なんか YouTube でそういう人見てると羨ましくて、私もこのお腹なんとかしなきゃなと思って、はい、であとここに今これねラップかかってるの、これねえのきです。今日えのき食べたんですけれども、えのきは30秒ぐらいさって茹でて、あとはこのまま食べても本当は味付けしたくないんですよ。だからもう最低限お酢とお醤油ちょっと垂らして、でこのえのきってまとめて食べると
歯ごたえがあって、なんかお肉食べてるような感じお肉じゃんこれとか思って、はい、まあね、本当のお肉はまあここに鶏のささみがありますけれども、これとは違って、なんかそう高級なお肉を食べてる感じになる、はい、今こんな生活しています。はい、これで約1週間で2キロ近く痩せました。でもうすぐちょっと新兵器を頼んだんで、さっきっていうか、まあまた来たらその新兵器はご紹介したいと思います。はい、頑張るぞ。このですね、気痩せすんのよあで、え、それダメ、なんかムカつく、気痩せっていうか、あのなんかね、痩せて見られるんだけど痩せてないんだよ私、マジで太いんです見せらんないけど、はい、こんな感じでダイエットこれからも頑張っていきたいと思いますので、はい、応援はしてくんなくてもいいんですけど、自分自身の問題ですからね、はい、頑張ります。それでは、春のダイエット食紹介でした。忘れ物ないよね、こんなもんだよね、うん、こんなもんだ。はい、それでは、また大台切りましたらちょっと体重計乗ってメモリ測っちゃうかもしれないです。それでは皆さんおやすみなさい。春でした。バイバーイ。シワシワシワだらけです。